はい、こんにちは。福岡スタートアップチャンネルの宮間です。えー、はい、本日は。しお願いします。はい、しお願いします。本日は QBS の教授のミニ講義というかインタビューの第3弾になります。えー、堤くん、よろしくお願いします。はい、えー、今日はですね、えー、九州大学大学院教授の村藤勲先生にお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。でまあ、先生はまあ 僕も、まあ、宮本くんあの、の先生なんですけど、ちょっと紹介をね、させてもらいたいんですけど、ただこれね、あの、村藤先生のね、経歴ね、ちょっとすごすぎてね、全部紹介すると、ちょっと時間がかっちゃうんで、<laughs> <に>ちょっとだいぶ割愛してお話しさせていただきますけれども、えっ、ー、と、まあ、東京大学のね、法学部、 卒うを卒業しててンカンカパニー行って、ね、これコンサル会社になるんですかねに行かれて、そ,まあそこからまあいろんな外資系の金融機関とかも働かれていてで、その間にさらに言うと、ロンドンの、イギリスの、ね、ロンドンビジネススクールの MBA も取られていると。で、まあ、コンサルティングファームなどを得て、まあ、アーサー・アンダーセンの財務戦略部門の統括パートナーまで行かれたという、すごくすごい先生なんですけども、まあ、2003年の4月から、 まあ九州大学のビジネススクールで企業財務と M&A の授業を担当されている。もうだから20年ぐらいもう担当されている福岡に来られて、<ー>えまあ担当さしていただいているんですけど、<ー>まあ僕もね、深山君の授業を受けましたよね。結構厳しい、<laughs> 1>, あのはい、1年次の時のですね、あの必修科目だったりするのに、もうみんなひいひいてました、ねはい。みんなびっくりしたっていう授業なんですけど。 で、まあ、その他著書もね、まあ、いろいろあって、まあ、それはあの概要欄にリンク貼っておきますけれども、今日はですね、まあ、その企業財務とか、M、M&A とかっていう話をしていただくのではなくて、この福岡が、まあ、金融という観点から、どういうふうに、こう、戦略、発展の戦略をしていったらいいのかっていうことについてね、まあ、ちょっとこう、まあ、短い時間になるかもしれませんけども、お話しいただければと思います。今日は、あの、村藤先生、 どうぞよろししくお願いいたします今日の話なんですけれども、あの国際金融機能誘致による,よる福岡の発展戦略っていう話なんですけど、あの一昨年の2020年の秋に突然、国際金融センター構想っていうのが出てきたんですよ。で、あの えー、福岡としては東京、大阪、福岡って言われたもんで、あの喜んじゃってね、まあ、ちょっといろんなことをあの始めたわけですけど、えー、ちょっと心配な面がいろいろあるもんでね、あのいろんな人たちにあのいろんなこと言ってもらってるというお話をしたいと思います。で、まずあの3つ、ポイントを申し上げたいんですけれども。 一つ目にあの福岡ってあの東京から見ると日本の一地方だとかね自分でもなんかあの、えー、九州、えー、はあの日本の一部であるとか福岡はあの一地方であると思っている気配があるんですけども、はい、あの東アジアの一部として発展するということがとても大事だというのがその一つそれから二つ目の話なんですけどあのここのところ 米中冷戦といってね、アメリカと中国があのなんか喧嘩してあのグローバルのサプライチェーンを分けようとかね、いうことをやってるわけですよ。それで香港があの、えー、中国の,その大陸にあの、えー、思うようにされちゃってね、今までの香港じゃなくなってきたと。で、香港とか上海とか北京に日本企業の,あの持ち株会社を置いといていいのかというその疑問が出てきつつあると。 いうことで、あの、えー、香港とか上海とか北京に置いてあるものを全部福岡に持ってきて、あの、発展させると。いう、えー、ことをちょっと、えー、今日は申し上げたいと思います。それで、あの、そのポイントになるのが3つ目の、あの、福岡の、あの、えー、あの、特区に、あの、アジア事業持ち株会社を設置して、 でそのえー、アジア持ち株会社の傘下にあの、えーまあ、中国、えー、だとかそのタイだとかインドネシアだとかマレーシアだとかそういったあの日本企業の、えー、アジア子会社をその福岡の持ち株会社の傘下に置くという、えー、ことであの法人税を安くしてねで香港とかあの上海 えーまあ、香港、シンガポール並みの,あの法人税にして、その持ち株会社、えー、からアジアの、えー、日本企業のアジア子会社を持たせるということによってあの、えー、国際金融サービスのお客さんを作りましょうと。で、これ一つ問題なのはですね、あの国際金融機能を誘致しようとしてもですね、あの仕事があってお客さんがいなければ、 あのちゃんとした国際金融機関来るわけがないという話なんですよ。そうすると、お客さんとしてどういう人が来てくれると福岡としては嬉しいかというと、アジアの日本企業はいろんなことをやっていく戦略的選択肢を検討するだとか、あるいはその資金調達して、調達した資金をそのアジアの子会社に投融資し,して流すだとか、それからリスク管理支援を福岡でするとかね。 そうすると、あの福岡にあの金利スワップとか為替スワップだとか、そういうあのデリバティブを含むリスク管理支援機能ができるような金融市場が必要になってくるわけです。で、あの金融機関としてはね、基本的にお客さんがいて、お客さんにサービスを提供して、売り上げが上がって儲かると言ってくれれば、 呼ばなくたってみんなヒャラヒャラ来るんですよ。それでその弁護士とか会計士とか税理士とかね、今まで香港にいましたとか上海にいましたとか北京にいましたとか、そういう人たちがみんな福岡に集まってくると。いうことになると、あの、えー、今のところ日本だと、あの、東京だと何百人も弁護士いますみたいな弁護士事務所がね、あったりしますけど、福岡なんていうのはまあみんな数人ぐらいのもんですよ。それでは何でもやってるそのジェネラル弁護士ですみたいなね。 ことやってるわけけですけどあの、えー、アジア全体の,あの日本企業の,そのオペレーションを統括する、えー、ようなあの、えー、人たちがそこに集まってその会議するということになればみんな集まってきてね、であのえー、専門家、えー、があの来て人口も増えて福岡は発展するということになるという話なんですね。でこれっていうのは なんか福岡市は福岡市の問題だと思ってる気配があるんですけど本当は福岡市だとか福岡県だけの問題じゃなくて日本のの生き残りの問題なんですよ日本がバブル崩壊後ねもう三十数年あのほとんど GDP ゼロ成長が続いててねであの、えー、まあアメリカに並ぶ超大国に中国があのもうなっちゃってきてねそれであの中国とアメリカに喧嘩されると あの、両方の間に立って戦争に巻き込まれたら、日本が一番先に死んじゃうというような状況のもとでね、一体どうやって、あの、グローバルな、あの、サプライチェーンを、あの、えー、アメリカを怒らせないようにしたり、それから中国を怒らせないようにできるかということが問題になってくるんでね。あの、福岡市だけの問題じゃなくて、日本の生き残りの問題だという観点から、 ちゃんとあの日本政府と相談してやんなきゃいけないことをやった方がいいんじゃないでしょうかという話をしたいということなんですね。で今回の,あのパワーポイントでお見せしてるその話っていうのは3つの大きな塊からなってるんですよ。うん、なんでかっていうとあの一番最初にあの、えー、T さんっていう九州経済産業局長。<laughs> <laughs> えー、に呼ばれてね、どうやってあの九州を発展させるかというんで、アジア統括会社の話をしてたんですよ、もう十数年前から。それで、はい、で彼はよしって言って、あの東京、えー、に法人税引き下げの交渉に行ってね、で、官僚対官僚だったんで、敗れて帰ってきたというのが、はい、その十数年前に一回起こったことです。 でその次、あの副議員の F 常務っていうのがいてね、これも数回あってね、えー、ちょっとあの副議員とかに審をして、スーパーリジナルバンクにしたらと。なんか地方銀行っていう考えでね、はい、やってるからね、なんかあの、えー、事業会社がアジアに出てってんのにね、駐在員事務所は出すけど、支店は出さないと。駐在員事務所って JTB みたいなもんでね、行っても情報をゲットしてるだけでね。 融資もできないし、預金も取れないし、どこに行ったらいいかっていうアドバイザリーサービスも提供できないし、それから金利リスク、為替リスクの,その、えー、リスク管理支援もできないということで、銀行っていうのはお客さんについてってサービスを提供するのが仕事なんだからね、早いとこ支店出したらどうなのというのも,もう十数年、あの、福井とか西のシティの人が、あの、旧大のビジネスクに来るたびにみんな、あの、行ってるわけですよ。 でその中でちょっと偉い人に言わなきゃいかんなと思ったもんで、この F さんっていうね、あの人にずっと言ってるんですけど、でこの人はあの大賛成でね、そうしたいんだけど、あの夜勤会の他の人たちがみんな合意してくれないんだよというふうに言ってたんだけど、ある日、あの数年前にね、村上さん、そろそろいけそうだと思えてきました。うち支店出しますよって言ったんですよ。<ー>それとおお,お、よかったと。<laughs> ついに来ましたかとであの私喜んでたらそしたら彼の部下がね不祥事を起こしてで彼長崎の神話銀行に飛ばされたと。と <laughs> <laughs> いうことであの2つ目のスーパーリージナルバンク化の話も今消えてると。それで3つ,3つ目っていうのはねあの、えー、副省があの大変だって話なんですけど福岡証券取引所の理事長って宮殿ポストなんですよ。 うん、それで、うん、宮殿の,あの偉い人がねあ,のある日突然降ってきて証券あの取引所の理事長になるということであの私としては QT−net スポンサーでねあの、うん、ラジオ十数年やってるもんでね QT−net の会長の A さんっていう人からね今度の理事長あの何していいか分かんないだろうからちょっと何していいか 何したらいいんじゃないのってちょっと言いに行ってくれませんかって言われてで言いに行ったんですよ。いろいろその、えー、どうやって副賞をその、えー、アジアの資金調達ニーズだとかねアジアの,、えー、あの資産を、えー、持ってきてそれを日本に流すというような仕組みを作るかと。えーえー、ところが言ってることはなんかあんまり理解してもらえなくてね。えー、副と西シティの人たちも出向してるんだけど 彼らも何言ってるのかどうもわかんなかったらしくてね。あの何もまあ起こらないと。で、ダメだって言ってるのになんかそのアジア企業を副省に上場させようとかね。そういうことは時間の無駄だから絶対やっちゃダメですよって言ってるのになんかやってるというようなことをやってたわけですよ。それであの3度くらいちょっとね、大きな塊でいろいろ行ったんだけどうまくいかなかったってことがあったもんでね。であのね<ー>今回のその国際金融市場、せっかく行ってくれたんだからね。 ちょっとちゃんとやったらどうなの、ね、ということを言おうと思って、あの高島市長とかね、それから麻生休憩連会長とか、ね、それから球電の社長とかね、その辺の人たちがあの、えー、チーム福岡を立ち上げたって聞いたもんでね、ちょっとその人たちに、ねあのえー、福岡をどうしたらいいか、言いたいほがいいんじゃないかというふうに思ったわけですよ。ね、それで 元佐賀市長だったあの木下さんっていうのがお友達なんですけど、この木下さんっていうのと、それから中国アジアビジネス研究会っていうのを QBS、えー、作ってからもずっと20年くらいやってるんですけど、そこの,あの中山さんっていうあの会長がいるんですけど、その2人がいろんなところを走り回ってね、あの村藤さんの話を聞きなさいと言って、いろんなところれ連れて回られたと。で、この2年くらいいろんなところに行って、 回ったんですけど結局ね、えー、みんな何言ってるのか <laughs> どうも分かんないということで,で、リーダーが分かんないんじゃ、もうあの進むわけないなとで、リーダーがまたどんどん変わっていくとあの、高島市長だけは変わんないんですけど、休憩連の会長も西鉄の倉富さんに変わっちゃうとかね、<laughs> それからあの九州電力ってね、結構あの九州とかアジア、企業なんもんでね。 グローバルの持ち株会社みたいな意味が分かんなかったりとかね。えー、まあ話がなかなか進まないもんで、とりあえず、あのまあいいかということで最近わ割と静かにしてると。で、えー、あの、旧大のね、総長とかね、それから、旧大に石橋総長ってのがいるんですけど、それからアラトンの理事とかいうのがいてね、えー、彼らは大賛成なんですよ。えー、私がね、その、えー、アジアの持ち株会社を福岡に作って、 研究開発を中国に持ってっちゃったらね、中身を取られて帰れって言われてね、えー、いけないから全部もう研究開発は持ってってやつを全部あの福岡に戻して福岡で日本の研究開発をしましょうと言ったもんで、いいね、それと。じゃあ九州大学の研究開発と日本の研究開発みんなここでやろうと。いうことですっかり喜んじゃってね、えー、福岡市からあの、理事が一人 M さんっていうのが出てるんですけど、その M さん、 えー、経由で福岡市に言いに行こうという話になったんですよ、旧大的に言うとね。だけどその、エムリィジっていうのも、ちょっとあのそういうことがわからない人でね、何度か説明に行ったんだけど、なかなか話が通じなくてね、そう,こういうこ言ううちにであの、役所の人たちっていうのはあの、師匠にまず話しに行こうみたいな話はだめなんですよ。うん、下から順番に上げていかないとね、上に行かないと。 いうことなんで、ある時あの、とりあえず担当の、その、経済観光文化局とかね、国際経済コンテンツ部の人に話をしに行ったらどうだと、いうことになって、話に行ったんですよ。はい、で、なるほど、とか言って説明は聞くんですけど、あんま何も起こらない。と <laughs> 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 いうことで、私としては大体もう一通り、話とは話したかなと。 それでその間に西日本新聞だとか日本経済新聞だとかねいろんな人たちが来てなんか村藤さん最近言ってるらしいですけどどういう話なんですかねとで聞きに来てうん、うん、なるほどそうだねってみんな言うんですけどみんななるほどそうだねって言うだけで何も始まらないんだよねまあ私ども疲れたと <laughs> いうことであの、えー、とりあえず今のところ静かにしてるとうん、うん、いうことなんですけどとりあえずどういう話か 簡単にしたいと思うんですけど、はい、では最後にこの動画いいと思った方はいいねとチャンネル登録ボタンを押してください。よろしくお願いします。えー、バイバイ。バイバイ。